総務省は年内までとしていたマイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限を来年2月末まで延長すると発表しました総務省によりますと今月末に申請期限が迫っていることからマイナンバーカードの申請件数は最近の1週間平均で1日当たり25万件を超えているということです 新型コロナの感染者が全国的に増加傾向にあることを踏まえ総務省は申請期限を2ヶ月延期し市町村の窓口の混雑緩和を図るとしていますマイナポイントの申し込み期限については感染状況やカードの申請交付状況などを考慮しながら適切な時期に改めて発表するということですマイナンバーカードは今月18日時点で申請件数が 8,020万件を超えていて、総務省は運転免許証の保有者数である8100万枚を年内に超えることは確実だとしています。